こんにちは、速稼塾の久保です。舞姫大学舞さん。どうも、恋愛 Q&A の方の回答動画ありがとうございます。今回はですね、ちょっと一つチョイスしてみたいなと思うテーマがありまして、それは男女の友情は成立するかということなんですけども、いや、この話題ね、様々な意見があるのは当然だろうなと思ってますし、永遠にこちらは回答がない。ナミさんの言われる通りです。ですからね、これね、時々ね、問いかけてみると面白いなと思うわけですよ。で、男女の間の友情って成立するよっていう人もいれば成立しないっていう人もいるのはこれ当たり前で、なぜなら成立させた人は個人的な見解とか個人的な経験、見えてる範囲でそういう意見が固まっていくわけなんですよね。でも男女の間で友情を成立させたことがない、いつも恋愛関係になってしまう、いつも体の関係になってしまう、モヤモヤとした感じがあると、自分の見えてる範囲で男女の友情ってのは非常にやりにくいよねと、難しいよねっていうことになるのは当然だと思います。両方正解だと思うんですよ。でこれがね、一般論として自分の個人的な解釈とか体験とか見識を抜きにして全体はどうかなって見た時はかなり難しくなっちゃいますよね。だってみんながみんな自分の人生の中で真実を見てきてるわけなんですよ。で男女の友情が成立する人としない人って何でいるかっていうと、それはやっぱり男女が、2人以上で構成されてるチームだからでしょうね、きっと。で、男女の友情が成立するっていう人は、なんとですね、その男女ともに友情が成立するような、人格であり、人徳であり、特質を持ってるからうまくいくんですよ。でもどっちかがそうじゃない人が現れた場合、この男女の友情を、こっちはね、男女でも友情があるよと思っても、こっちはないよというふうな形で、恋愛なり他の感情に持ってくるとなると、これ壊れるんでパーッと分かれていくんですよね。ですんでそういうことで気をつけないといけないところは、これから言えるのは、個人的な見識を一般論化していくのか、それとも個人的な見識を抜きに一般論をずっと考えていこうとしてるのか、それによっても回答がちょっと変わってくるのかなってことですよね。私はね、男女の間の友情って成立するんじゃなかろうかと思ってますけども、私の体験上ほとんど友情がね、成立してなくって、どうしてもお付き合いすることになっちゃうんですよね。だからやっぱり私としてはね、女性を女性として見てるからこそ、そういう風になるんだろうなと思うんですよ。ただね、やっぱり同性愛っていうのもあることもありますし、そもそも男女の間の友情というよりも、同性間で友情って成立してますかって聞かれた時に、いや、自分にはこんな親友がいますってパッと答えれる人って、さすがにね、19、20歳ならまだしもですけども、30、40過ぎてくると「親友です」って言える人っていうのはなかなかいなくなってきたりとか、昔からの知り合いです、親友ですって言っても、そういえば何年も連絡してないなみたいなね、そんな親友だったりするわけですよね。もちろん連絡の頻度が高ければ友情が深いってことでもないと思いますけども、なんか友情って何だろうっていうところまでね、結局は来ちゃいますよね。そこまで深刻に考えなくても、自分の心に残っている人、名前と顔が一致していい思い出作ったなって言える人は全員親友でいいのかなとか思っちゃいますけどね。この親友、友人、仲間、知り合い、恋人に定義ってもともとないわけですし、唯一あるのは結婚したかしてないかっていう定義だけですよね。書面が残りますから。あとはなんか本人の感覚とか本人同士の感覚ってことになるんですかね。ちょっと出口がない問いなんで、これね、いつまでたっても賃貸か持ち家かというふうな論争のように終わることがないのかなと思いまして、今回ナミさんにもね、こうやって投げかけてみました。最も多くの質問だというのもうなずけますよね。だって男女の間で友情が成立しようがしまいが、自分は成立させている、もしくは自分は恋愛をしている、両方ともない、結局は個人的な見解に戻ってきちゃいますからね。はい、ということで今回、ナミさん動画の方ありがとうございました。私もね、非常にね、興味深く見させていただきましたし、人の意見聞くとね、自分の考えがよりまとまるってことを体験させてもらいました。ありがとうございました。どうも。